よし、キーはついてる。そうか、この車で隣のビルに飛び移るんですね。無理よ。え、ビルとの間は50メートル、飛び移るとなると60メートルってところね。ビルとの高低差は20メートル。でも地球上の物体は水平方向で同じ速度に進むけれど、下向きには重力によって速度を上げながら落下していくの。20メートル落下するのにかかる時間は t イコールルート g 分の 2s。 g は重力加速度 9.80665 メートルパーセックの事乗。 s は落下距離20メートル。この数字を式に当てはめると t イコール 2.02 秒。つまり20メートル落下するのに約2秒。2秒で60メートル進まな、2秒で60メートル進まなくてはならない。ってことは1秒で30メートル。時速に直すと108キロだ。この会社の広さだと、せいぜい出せるスピードは5、60キロ。このままだと向こうの岸に届く前に落ちしまうが、これならどうだ？まさか、爆風と同時に？なんだ？何言ってんだよ！コナン君は爆発による爆風を利用して飛んでいこうと考えているんです。何？どうせ、待ってても死んじまうんだ。やろうぜ、まであります。っていうね、っていうシーンがありまして、はい、灰原さんが、無駄に高性能発揮して、はい、まあ、お前らに麦よというのを突きつけるために、1分ぐらいね、ロジックを立てて、説明するっていうシーンがあるんですけど、しかも映画のフィナーレですからね。瞬時に暗算で、やっぱ導き出せるっていうのは、めちゃめちゃやっぱかっこいいと思うんですよ。いや、相当かっこいい。だって俺らも、その暗算で、1秒で30メートル、時速に直すと108キロだって言える、すぐ。言えない。なかなか、何やったっけってなるよな。はい、まあそんな感じで、まあ、リピートしてね、やっぱ灰原さんはめちゃめちゃしびれるんですよ。というわけで、今回がやりたい選手権は、はい、暗算で瞬時に回を導き出せ、灰原愛選手権。イエーイ。無理よ。今我々はね、はい、めちゃめちゃピンチな状況にあります、問題設定が出題されるので、はい、その答えをね、暗算で瞬時に導き出してください。はい、早速やっていきたいと思うわ。Make it possible with バカね。無理よ。コナン、状況教えてちょうだい。はい、灰原、聞こえるか。お前らが言うところから今からその車でお前脱出するんだけど、お前そこまでの水平距離は30メートル。お前のいるところからそのゴール地点まで約30度だ。そして水平距離は30メートルだ。今お前たちは最低何階にいなければならない。最低ゴールより何メーター高い位置にいないといけない。つまりこれは30度。つまりこれは簡単よ。つまり30度だから直角三角形の30度を相互方程すると R イコール、これはコサインを求めるということになるから、つまり、求める式はタンジェントの、タンジェント30度だからルート2分の1で、つまりルート3分の1で、もうちょっとバカ顔になってください。こんな緊迫した状況で何ができるっていうの。何も無理だ。私は何も成し得なかった。何も無理だった。私はバカな頭の女なのだ。私はもう闇落ちしてしまうわ。危ねえ。終わりました。あなたからのターン。うわー、なんかの想像ついたけど、今のは答えは30メートルをタンジェント。いや、タンジェントやな。タンジェント30度掛け算すると。そうやな、ちょっと待って。ルート3分の1か。ルート3分の1を掛け算するということで、答え、ゴール地点より最低17メートルぐらい高くないといけないと。いや、そう、それさ、結構分かってて。約。いや、パッてこう、急ぎながらやると結構難しい、やっぱり。意外と。なるほどね。ちゃんと乗れよ、お前。5倍、光彦、ちゃんと乗らねえと、お前、遅れるぞ、お前。やばそう。早くしてください。コナン君、状況伝えるぞ。早くしてください。いいか、よく聞け。今からその状況を説明するぞ。早くして。まず、この車は1メートル進むのにガソリンを 5.2 リットルのガソリンを消費するぜ。1メートル進むのに 5.2 リットル。そうだぜ。めっちゃ消費するぜ。燃費が悪いんだぜ。燃費しろ。今この車にはガソリンが 98.8 リットル入っている。で、お前が脱出しないといけないのは15メートル先にあるビル。はい。でも直線距離だから音落ちたりしないから安心してくれ。はい。ってことは15メートル進んだ先で残りのガソリンは何リットルになるでしょうか。あー、いい問題だ。ちょっと待って、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 ちょ
何リットルって言ってましたっけ、ガソリン入ってるの。98.8リットルだ。でも時間がない。分かったので、99.8リットル。正解。え、なんで分かった？いや、計算したから。天才すぎ。天才すぎ。いや、俺結構無理やと思うね、この計算。俺も全然無理。え、だって全 52×15 ですよね。うん、結構さ、52×15 ですよね、うん、結構でも大変じゃない、いざやるって言われたら。そうですか。まあ、いざやるって、まあ、しかもあの周りがうるさかったからね。まあそう。だいぶうるさかった。だいぶうるさかったからね、周りが。小さな探偵からしっかり連絡来るわ。もうすぐ朝日の車の前に行角60度の坂が現れるわ。行角60度の坂だと。行角60度の坂、坂が。こんな高い坂があったら。そんなのお前、起こりません。40度でいいですか、この車は。今の速度のまま変わらずにその坂に突っ込むと、およそ3秒後に60m先にあるスポンジの塊に突っ込むわ。あ、だったら別に良いのでは。だったら別に良いのでは。さあ、今あなたたちの速度は一体秒速何メートル？ええ、これでも簡単。3秒後、3秒後に 60m？ 3秒後に 60m？ 早村さん、早く帰らせてくださいよ。早村さん、早村さん、 60m 進む。早村さん、入り立ってしまいます。早くしないとスポンジの塊で吸収してしまいます、僕たち。2分のロードさん、2分のロードさん、分かんない、ちょっと分かんない。え、早村さん、早村さん、電話があるの。僕らのもしない1でしょ。2分の1だから、東北大学もし秒速30m。 ハイブラさん、だって60m、外が保存されるんじゃない？はい、外が保存されるんで、うん、水平方向の力が半分になるんですか。2倍になるってこと、速度。そうです、40ってこと。そうだ。あ、やっぱそう、あ、惜しい。ハイブラさん、聞こえる、聞こえるんだけど、この車うまく動かないの。俺がさっきお前の車の後ろに質量の無視できるバネをつけておいた。なんだって。質量、あんためちゃくちゃいいやつね。で、それをバネでなんとか出したいわ。今からそれを本気で死ぬほど引っ張って引っ張って引っ張って、よし。あー、その弾性力で今から脱出してもらう。分かったわ、ラジャ。脱出するためにはお前たちは秒速 30m でガラスを突き破る必要がある。秒速 30m、 OK。 そのメルセデスベンツは 200km だ。200キロ、質量は200だ。質量200キロ、OK だわ。そしてお前、俺が用意したバネデースは2だ。俺が用意したバネのバネデースは2だ。K2 ね、K イコール2ね、はい。じゃあバネをどれだけ縮めたらお前たちは脱出できる。じゃあごめん、1個言わせた。摩擦はないわよ、あなたの。摩擦はないわよ。だからこれ、だからそもそも車で進まないわ。この車摩擦がなかったら進まないけど、まあ、そんなことはどうでもいいわ。はい、ってことは、摩擦がないと考えると、2分の 1KX の2乗、速度は2分の 1KX の2乗、バネ定数、2分の 1MV の2乗イコール2分の 1KX の2乗ってことは、2分の1が決して MV の2乗イコール、MV の2乗イコール KX の2乗と捉えることができるので、X が今や K は2だから、2X 2乗イコール、2X 2乗イコール 200V の2乗だから、2で割ると100V の2乗イコール、プラスチック爆弾が爆発するぞ、早く。100X の2乗イコール、X 2乗イコール 100V 2乗だから、ちょっと待って、分かってるの、計算してるの、暗算してるの、暗算許してください。もう少し、爆弾をね、もう少しで。タイマーが止まった？早くしろ、早くしろ、早くしろよ、お前。私がやってよって、光彦ありがとう。そんなこといいから早くときだ。あなたの光のおかげで爆弾が、ネバネバになったから。だから、30m でね、30m になればいいので、V イコール30になればいいから、代入すると、V イコール90になるので、V イコール90になるので、X 2乗イコール9。動き出した！タイマーが動き出したぞ！2乗イコール100、90だから、9だから、あれで。分かったわ、30m よ。はい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 
惜しくないですかね。惜しかった惜しかった。300じゃないですか。正解300です。わー、V の2乗を900にしなくせず90にしてしまった。30を2回かけると90じゃなくて900なんで、おい、灰原光彦、聞こえるか。聞こえるわ。俺たちが今3人力を合わせないと絶対脱出できない。今から言う問題よく聞いてくれ。はい、はい、いくぞ。3つの自然数、灰原、コナン、源田がいる。はいはい、この時にコナンの N 乗プラス灰原の N 乗イコール光彦 N 乗となるような3つの自然数の組、灰原、コナン、光彦という組は存在しない。この理由を教えてくれ、灰原。早くしてくれ、早く早く教えてくれ、早く教えてくれ、早く、灰原さん、早く教えてください。何でもいいんだ、取れなくてもいいんだ。それは、この間証明されたわ。谷山シブリアスはちなみにもっと複雑なバージョンよ。ああ、早く言って、早く教えて、早く教えて。谷山シブリアスは、あの、楕円曲線は全てモジュラーと一対一対応するっていう やつなんだけど、それを仮定すると、あの、早くさいやもうやばい、クソゲーやん、これマジで。クソゲー、何今の、セグマの最終点の話。そうです。なんな、これは無理よという問題です。そんなんずるすぎ。そういうことか。わかるわけない。お前でも灰原さん言わなあかんやろ、お前。これは無理よと言わなきゃ。これはもう灰原さんせっかくやったら今諦めてたから。真の意味でお前はちょっと暗算ができたからって、真の灰原愛ではないよね。じゃあお前は谷山志村やつをなんか言うやつ言ったとしても無理よが言えへんねやな、灰原さん。あの時は自分を身を投げ出して無理よと言うから。